はい、こんにちは、秋田です。今日はね、ここにもある通り、マイプロでね、届いた商品を今日はね、紹介していこうかなって思います。で、今回頼んだ商品はこちらの3個ね。まずは、チョコプロテインボール、プロテインクッキー、ダブルチョコレート、プロテインチョコクリスピーかな。チョコレート味、この3つになっております。これを選んだ理由としては、今回はね、比較的全部レビューがいいものと、あとは僕のね、知り合いにマイプロすごい詳しい方がいて、その人のねおすすめする商品を今日は買ってみました。全部チョコ系だね。今日はチョコ系です。だから今日はね、ちょっと安心して食べれるかなと思います。ちょっとね、今から一個一個食べていこうと思います。いただきます。そしたらこの目の前にあるこれからいこうかな。プロテインチョコクリスピー、プロテインチョコクリスピー、こんな感じで入ってます。チョコレートプロテインクリスピー、成分がね 100g 単位でこちらは書いてあります。ただここに入ってるものは 28g ね。でこれが 100g と考えた時に、カロリーが469、ファットが18、カーボが51で、プロテインが25になります、でこちらがね、商品が 28g 入ってます。今ね 28g 入ってる中で計算したんだけど、 28g だとカロリーが 131kcal、 これ全部大体で、プロテインが7、ファットが5、カーボが14になります、成分的にね、いいか悪いかって言われたら別にって感じだよね。美味しけりゃね、こういうのは美味しければいいんで。中身がねこんな感じ。なんかつぶつぶがこうやって、なんていうのかな、集まったような感じだね。こんな感じでいきます。美味しいね。うまい。なんかね、食感、なんだろう、ザクザク系が好きな人は結構好きかもしんない。チョコレートの味も結構強めだね。強め。これ美味しいね。うまい。次の商品はこちらになります。じゃーん、プロテインクッキー。こちらの成分が1個あたりね 320kcal、 結構あるね。 320kcal で、ファットが 9.9、 結構あるね。カーボが 19.5、 プロテインが 38g あります。プロテイン半端ないね。これクッキー1個食って 38g タンパク質取れるって結構すごいね。でかいもん。重量もあるし、重さがねやっぱすごい。1個あたり75g あるんだ。重たいもんね。ちょっとこんな感じね。こんな感じ。じゃあ開けてみます。ほら、でかいもん。結構大きい。で、割った感じね、結構ね、ねっとり系のクッキーっていうの、こういうねっとり系のクッキーだね。断面こんな感じ。じゃあいただきます。まいね。チョコチップが入ってて、チョコチップが入ってるからちょっとファットが多いんだろうね、多分。普通のさ、ちょっとチャンク系のプロテインバーがクッキーの形になりましたっていう感じだから、うん、まあ別にクッキーじゃなくてもいいとは思うんだけど、味はうまいんじゃない？うん。うん、結構うまいと思います、これ。味はうまい。うん。そしたらラスト、これ。チョコレートプロテインボール。チョコレートプロテインボールってなんだろうね。成分がね、1袋あたり 35g でカロリーが158kcal、ファットが6、カーボが10、プロテインが 15g になってます。成分的にはこれ結構いいんじゃない？悪くない。あ、で中身がね、こんななんか銀の袋に入ってます。銀の袋、ちょっと開けるね。ああ、こういう感じなんだ。どうやったら分かりやすいか。このね、ほらこんな感じ、なんかあれみたい、なんだっけ、チョコボール的な感じ。うん、なんかね、ザクザク系のクッキーにチョコレートがコーティングされたようなイメージ。これ一番うまいんじゃない？うん。うん。これうまい。うまい、これ。うん。これうまい。チョコプロテインボール、成分も一番いいし、これ味的には一番うまいんじゃない？これ結構おすすめ。うまかった。でタンパク質めちゃくちゃ取りたいんだったら、このねクッキーがいいと思う。でまあちょっとお菓子だったらこれ。味はうまい。味はこれうまい。このクリスピー味はうまい。うん、まあ普通のお菓子を食べるよりかはね、まだ全然いいと思います。タンパク質取れるんでね、まあ、皆さんも試してみてください。まあ、マイプロのね URL 下に貼っておくんで、もしよければそこから飛んでみてください。って感じで今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。